今度は Q&A ネキトリに任せろ。さあ大好評でございましてですね、第3弾沖縄のこう、あーもう洗濯場にやってよかった、最近天気よかったからよ。まあ言葉をね、沖縄に旅しに来たらこういう風な言葉を使ったらちょっとよりよくね楽しめる、楽しめるよとかっていう言葉なんですけども、今回第3回目ということで、第3回目はですね、どうしようか、どうしようかと思ってちょっとさっき話したら、あのアクセント、あこれさ、沖縄でもちょっと場所によってこのアクセントが違ったりするのね。だから喋ってて私はすごい中文中でしょ、小ざしいでしょ、すごい訛りだね、訛り、いわゆる訛りがやっぱりちょっと違うみたいで、これだから本土の人からもあるでしょ、そのあ、まあ確かにね、うちらが普通に喋ってること場を例えばじゃあこう本土の人、県外の人が言った場合、例えばあちょっと違うなみたいな、例えば何でしょうね、みんなが大好きシーサー、あーシーサーでもシーサー言う、ね、シーサーって言うさ、嬉しいさそっかそっから来てんのかな、じゃないわかんないけど、でもシーサーですよ、そうそうそう、ま、あのね、まっすぐっていうか、まっすぐ、うん、シーサー、シーサー、ゴーヤー、そう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 、ゴーヤーじゃないよ、ゴーヤーそうそう、あとチャタンじゃないからね、チャタン、チャタン、あ、まっすぐだね、全部まっすぐで覚えてて、まっすぐですよ、私はミーキー俺宮島そう名前もね、そうそう、こんな感じで読むのよ、結構同級生宮島私ミーキーだからねそういう風なアクセントというかね、で言うと、あこれをだからちゃんとこうマスターできると、より近づくうちなんちゅうとしてね、ちょっとアクセントにも意識してみましょうか、そうですね、いいんじゃない、